Catch the spirit. Docomo. Making sense. 皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。あの前回ね、はい、深川さんがちょっと出たことが、はい、深川亮がゲストっていうか、まあね、まあたまたまいたというぐらいの感じですけど、今日も私たちの真ん中に、はい、なんで出ないでください。なんで出るんだろうね。でもよく出るよね。ビッグゲストです。寄ってきなさいよって言ったじゃないですか。本当にね、本当に出ると思わなかった。本当に出ると思わなかった、うん、やられた、やられた。帰りましょう。普通帰りますよ。あ、そう、行ってください。それでは、はい、ずっといていたしました。すいません、東京コンシェルジュやってます、八木亜希子です。よろしくお願いします。ちゃんと番組名を言うところもね、本当だ、腹立たしいんですよ。やり手ですよ。言うとかないと、せっかく来たから。今日素敵なスタッフもね、うん、いらっしゃって、スタッフもいらっしゃって。コンシェルジュの方々。はい、そう、スタッフなんですけど。はい、全然ルックスがいいんだけど、三谷くん。ね、うちとは大違いですよ。スタッフがすごいボロく見えるくらい。セレブな感じのスタッフ。セレブな、あの、脚本家って、作家ですね。私初めてですよ、女性の方。女の人に向かって、私すごく好きな顔ですって言っちゃったの。すごい綺麗な方なんですよ。あの方が構成作家をやってらっしゃるんですか。そうです、そうです。準備したいですね。キャバクラなら松岡くんもうほんとすぐですよ。あんな綺麗な方がやってらっしゃる。そうなんですよ。で、はい、あのもう一人の子持ちなんですけど、ね、お子さんがいらっしゃる。一児の、ね、母なんですけども、うん、すごいね、母になる前はもっとセレブリティな感じで、あれ以上に、あれ以上にそんな鼻につくみたいな言ってくださいよ。さっぱりとした感じでね、うん、おしゃれな方ですよね。好みのタイプ、好みの顔です。ああいう顔になりたいです。僕も大好きですよ。何かしますか。何かしますか。でもお子さんもいらっしゃる。でもお子さん持ってもおかしいでしょ。何狙ってるんですか。もう一人の方も、あの一緒にやってる番組やってる、うん、あのアシスタントの三代田君で、もう万が一知らない方のために聞くと、何時何時の番組なんですか。ありがとうございます。日曜 の, あの9時10時でやってるエンターテインメント紹介する番組なんですけど、自分の爽やかさをやっぱり前面に出してい, やいや、軽い感じの方はむしろ日曜の夜だから。夜ですからね。こんな話でいいんですか。こう全然大丈夫ですか。全然いいんです。私はでもあの三谷さんにね、はい、感謝してることは、八木さんと私の顔の共通点を三谷先生を見つけてくださったことがあったんだよね。 それでだからみんなの家っていう映画で姉妹役をお願いしたんですよ。八木さんのって。いやいやいや、ありがとうございます。こちらこそ。何でしたっけ、目が離れてるってこと。違いますよ。この美しさで、さりげないさりげない美しさを持ってる。圧がないからね、前面に。私綺麗でございましょってのがないからね。あ、それはないですね。うんうん、はい、あ、押し付けがましくないもんね。そうそうそう、ああ、そこが共通点。あと今控えめな感じ。そう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 、思ったんですけど、この間深川さんがいらっしゃったじゃないですか。同じところに赤さんじゃない、あの八木さんが座ってらっしゃる。重なる部分あります。なんとなく深川さんと重なるんですよね。え、深川さんとも？うん、じゃあ深川さんも、じゃあ清水さん、私深川さんが兄弟でもおかしくないっていう感じ。あとイルカ。イルカさん、何それ。結局あなたは何、前髪で判断してるってこと。私その似合う髪型全部イルカ、全部イルカ顔、イルカ顔じゃないですか皆さん。え、あ、どっちかっていうとそうだね、うんうん、陸上の白イルカって感じだね。イルカ系のじゃあ私たち顔ってことですか。うんうん、なんか感じで、まあ一番イルカに近いのはやっぱ当然イルカじゃないですか。イルカがいて、近いっていうかね、イルカがいて、深川さんがいて、八木さんがいて、清水さんがいて、人間がいる。ちょっと待って、清水さんの後に人間なの、おかしくないですか。そして清水さんより私の方がイルカ寄りなんですか。本当。そりゃそうですよ。どういう、そうかそうか、じゃあ早く近づいておいで。ヤギさん、人間に清水さん、しかも名前はヤギなんだね。どんどん遠くなってんね、人間に。え、そんなことで三谷さんは誰と同じ系統なんですか。三谷さんはとにかく中央に寄ってる顔だよね。うんうん、え、あ、遠心分離かけた感じ、かけたい感じ、かけたい顔です、ね、かけると普通になるって感じでしょ、うん、だから似てるって言われたのが誰だっけ、イギリスの歌姫と呼ばれている、誰、スーザン・ボイル。あ、そんな感じですか。
なんか雰囲気わかる気がします、うんうん、わかるような気がする。女装するとすごい似る自信はあるんですよ。あの髪型とかにして、うん、絶対やらないんですよ。でもね、テレビのコント番組でやんなさいよって。僕がですか、うん、やるわけないじゃないですか。ありがとうって言われても私いいと思うんだけど見抜いたからえ、なんかいろいろやってそういうのやりたくないんですか。そうなの、うん、え、いやいや、その、あの、何かそれが役に立つんだったらやりますけど、僕の人生にね立たない気がするんですよね。でもみんなの役には立つと思うよ、きっと。ああ本当だっつって、秋元さんやったんだから、うん、秋元康さん見た、フジテレビでなさったの。秋元さんのモノマネをやったんですよ、結構、ね、見ました見ました。なんかあのさんまさんのサタデーナイト、うん、そうそう、ライブで、見ました見ました。さすがすぐ全部言えますね、タイトルを。さすがだね。さすが組織の犬だね。もう組織にいないし、ヤギとか犬でもなし。なんで全部動物系なんですか。本当だ。一応そういう仕事から来てるから。でもさっきから絶対に怒らないですね、ヤギさんね。おっとりしてるんだね。そうです。僕はもうね、お付き合い長いですけども、ヤギさんが怒ったの見たことない。目覚ましテレビに。出ていただいてから、覚えてない。あ、じゃあ、私がやってたんです、ね。出していただいてから。いや、なんか先輩からこう三谷さんの舞台に行こうって誘われたことがあって、なんか舞台に見に行った、うん、行ったんです。じゃあその時はそんな知らないか。あ、来てくれたんだぐらいか。そうですね。でご挨拶して、さんまさんの食事会とかもね、一緒に行ったりとかもしてましたもんね。あ、そうでしたね。へえ、うん、じゃあ少しずつそうやって知り合いになってって、突然映画の話って。そうですね。僕だからそうですね、バカにされたことはありますけど、うん、怒られたことは一回もないです、ね、バカにされたってのはやっぱりわかるんですね心に覚えがありますね。バカにされたっていうか、うん、自分がバカにされたって言ってましたよ。結構こうやって見える毒舌な方です。そうなんですね。そうです。あ、そうですって言った。ついついね、うん、ついついそんなつもりないんだけど、こう心からの言葉を言うと割と、あ、認めるんですか。意外ときついんです。意外ときつかったみたいな。あ、じゃあやっぱちょっと似てるかもね、うん、笑顔で刺すタイプの方です、はいはいはい。この間なんか素敵な隠し撮りのをされてて、撮ってて、その三谷さんのエピソード、作家さんがついてどこが良かったのとか、僕があの自分の役をやった、映画の時の役をやった回があって、それをコメンタリーをやったんですよ、たまたま八木さんと、うん、そうそう。それでなんかその時に、あ、三谷さんの役の中で、はい、深津さんがやってるコンシェルジュに自分の作品どうだったどうだったって聞くとこがあるんですけど、うん、それでなんかこう強いて言えばって、え、良かったですよ良かったですよ、でも強いて言えばちょっと長かったとか言ったりするとすごい傷つく。それは多分そうですよね。三谷さん傷つくシーンがあるんですけど、はい、ちょっと自分に身に覚えがあったそれは八木さんと僕との関係をちょっとドラマ化した部分もありますから ね、 なるほどね。ちょっと長かったよっていうよりも、うん、ちょっと長かったの方が笑いながら、あとでやっぱじわっとくね。そういうことか。なるほどね。それ勉強になります。いや、ちょっと態度改めます。いやいや、改めなくてももうこの番組もう2本目に入ってること知ってますか。初めはごめんなさい、1本だけ出てください、うん、あ、ごめんなさい。もうこのままもう、ね、そうなんです。今月はずっと完備してください。Well, she's in luck. Nope.